備前西市駅は岡山県岡山市南区西市にある西日本旅客鉄道宇野線の駅である。宇野方面に向かう宇野港線と本市美山線に直通する瀬戸大橋線の双方の相性区間に含まれている。駅番号は宇野港線が JRL03、瀬戸大橋線が JRM03、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。上下ホームは 実況で結ばれているが、一旦改札口を出て、駅目の前の踏切を渡っても、反対方面行きホームに行ける。一線、スルー型配線になっており、通過列車は、直線側の1番乗り場を通過するが、ダイヤによっては当駅に停車しない快速、マリンライナーや、その他の本市連絡特急などが、対向列車の待ち合わせのため、分岐側の2番乗り場に侵入して、運転停車する。 2014年12月時点では、停車列車については、方向別にホームを使い分けている。岡山駅東駅間の区間列車は、2番乗り場で、折り返す。岡山駅管理の無人駅だが、両ホーム岡山寄りに簡易駅舎が設けられ、そこに簡易式の自動改札機と、近距離ギップの自動券売機がある。トイレはない。愛子家利用可能駅。 マリンライナーは2019年3月時点で初発の2号と朝ラス主事の8号、10号の計3本のみが停車する。これまで当駅のホームが6両分しかなく、7両編成で運転される8号は通過していたが、上りホームの7両編成対応化工事が行われ、2018年3月ダイヤ改正より8号も停車するようになった。また、 これを機に5両で運転されていたため平日は混雑の著しかった10号が7両編成で運転されるようになった。長年ホームのかさ上げは実施されておらず列車とホーム間に段差があったが2014年11月からホームのかさ上げ工事が実施された。またこれと同時に2番乗り場にもスロープが設置された。岡山駅茶屋町駅間では東駅折り返し茶屋町 小島方面発着系統が瀬戸大橋線、宇野発着系統が宇野港線と案内される。1日の平均乗車人員は以下の通りである。かつて周辺は田園地帯であったが、現在は岡山市のベッドタウンとして宅地化が進み、国道2号を越えた駅の南側を中心に高層マンションが林立している。ありがとうございます。